常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆さんも面白かったら高評価のボタン、そしてチャンネル登録ね、さらにコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。あと内容気に入ったらぜひね Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。岸ウクライナ訪問おめでとうございます。ゼレンスキー大統領とね会談してということで、よかったですよ。ワールドベースボールクラシックでね日本が優勝した、その時キッシーはウクライナ訪問ということでね、もう今日本というね国の名前ね、岸田、それから大谷、この辺の名前も世界中駆け巡ってんじゃねえかなみたいな感じがしました。先に結論言います。今回ねキッシー GJ です。グッドジョブです。何が素晴らしいかというとね、習近平がロシアに行ってプーチン容疑者と会ってる時に、プーチン容疑者ですよ、容疑者と会ってる時に岸田さんはウクライナに行ってゼレンスキー大統領と会ったと。素晴らしいですね。どっちがよりまともみたいな話ですね。アジアのリーダーどっちですかね。あえて結論は言いませんけどね、ぜひね世界の皆さんに考えてもらいたいなと思います。どちらがどちらの側に立ってるかってことは鮮明になりましたよね。ちなみに習近平はさすがにプーチン容疑者にね自分一人で会いに行くのはちょっとやべえと思ったらしくて、いろんなね影響力工作を担う方々を使ってですね、アフリカ諸国のね40カ国の首脳もね来ているっていう偽ニュースを流しましたよね。フェイクニュースをね、あれ2019年の写真なんですけど、本当は議員がなんかちょっと来てたらしいんだけど、首脳は来てないんですよ。首脳は来てなくて議員がちょっと来てたっていうのを、なんかアフリカの首脳だって来てるのにみたいなフェイクニュース流してたわけですよ。だから習近平自身もちっとこれやべえなと、容疑者に一人で会いに行くのはちょっとどうかなって思ってるところに岸田さんがウクライナ行っちまったんで、うわーって感じですよね。しかも習近平はウクライナ行けないでしょ、おそらくね。習近平自身捕まるのかな、どうなんだろうね。プーチン連れて行ってね捕まったらそれはそれでプーチン捕まえるのに貢献すればこれ逆転できるかもしれませんけどどうなんですかね。さすがにだからプーチン容疑者に一人で会いに行くのは罰が悪いので、アフリカの首脳40カ国も来てますってフェイクニュースを流して、俺もそのワンのも全部ですからみたいなね、むしろ世界はこっちですみたいなことやろうと思ったんだけど、東野篤子先生にね、そこそれ2019年の写真じゃないですかって見抜かれて、てへーみたいな感じになってるわけですけど、そういうね本当にチャイナがねロシアってしょぼいことやってる時にウクライナでね岸田さんがゼレンスキー大統領に会ったと。これ記事になってまして、朝日新聞の記事なんですけど、まあいいでしょう。朝日の亡くなる日、平和の日のね朝日の記事ですけれども、岸田首相とゼレンスキー大統領が共同会見、日本から装備品供与を表明ということで、殺傷能力のない装備品ね約40億円分を供与することを明らかにしたと。両国関係を特別なグローバルパートナーシップに格上げすることで合意ということで、ゼレンスキー大統領ねこんな風に言ってくれました。日本が G7 議長国、国連安全保障理事会の非常任理事国として活動する中で実現したことをとても嬉しく思う。日本側のですねこれまでの支援に感謝をしてですね、ルールに基づいて国際秩序に対する投資と考えているというふうにゼレンスキー大統領は言ってくれたそうです。ゼレンスキー大統領はですねキッシーのことを文雄と親しく呼んでくれたそうで、よかったねキッシーね、これで外交の岸田みたいな感じなんのかな。あと G7 にもなんか来てくれるんですね、特別ゲストでオンライン参加すると、広島サミットオンライン参加も決めてくれたということで、これがいい口実になったかもしれませんね。だから直接頼みに行くから行かなきゃいけねえんだっつってキッシーが押し切ったのかもしれないですけど、これ非常に良かったかなと。何度も言いますけど、習近平がモスクワでプーチン容疑者と会ってる時に岸田さんはウクライナでゼレンスキー大統領と会った、もうこれだけでピポーン、もうこれでもう終了です。背中つきました習近平はね。こんな中ですね、なんかねちょっとチャイナがまた出現してしまったみたいなんですよね。これね鈴木和人先生がですねツイッターでネクスタというねネットメディアですね、これの記事を引用して言ってるんですけど、どんな記事かというとね、法文部というね外務省の報道官いるじゃないですかチャイナのね、こいつがね国際刑事裁判所が発行したプーチン大統領への逮捕状についてねコメントしたらしいんですよ。それによるとね、国際刑事裁判所は国家元首の免責を尊重すべきだって述べたらしいんです。いいですかこれ、よく聞いてくださいねいいですか。 ICC ね、国際刑事裁判所は国家元首の免責を要求すべきだって言ったらしいんですけど、免責の要求ですかちょっと待ってください。プーチンは無罪だじゃなくて免責の要求、どういうこと？ということで、鈴木和人先生がいきなり突っ込んでます。国際刑事裁判所は、国家元首の不逮捕特権を尊重しろと中国。重要な点は、プーチンは戦争犯罪者ということを暗黙のうちに認めているというところだと。大文部いいのこんなことやっちゃって。その戦争犯罪者にお前んとこの親分がさ、社長が今会いに行ってんだぜ。これ、痛恨のミスだと思うんですけど、大文部これ左遷されないかな？やべえな。ゴルフ大好き大木さん見てるよこれ。ゴルフ大好き大木さん、オタクんとこの外務省、ちゃんと共産党の指導足らないからさ、こんな、国家元首の不逮捕特権を尊重しろと。不逮捕特権ってことは、有罪戦争犯罪者っていう前提でお話しされてますよね。いいんですかそれでみたいな。その戦争犯罪者にオタクのとこの代表会いに行ってますけど、いいんですかと。出頭しろって説得に行かれたんですかみたいな感じで。世界はせせら笑っていることでしょうね。おそらくね。ああ、やっちまったと。
いうことですね。ということで、そんなですね、なんかね、プーチンね、ロシアがね、だいぶ経済的に追い詰められているというね、お話もね、結構出てるんですよ。あ、ちなみにですね、今回ね、キッシーね、ウクライナ訪問を終えてですね、もうこの私が収録している時間では、ポーランドにも戻ってるそうです。ただしですね、ポーランドにね、戻る前の間にですね、キッシーがね、訪問してる時に、ロシア軍がですね、どうも攻撃したらしいということもね、言われています。これ、ウクライナのですね、ウクライスカプラウダというところが報道したらしいんですけれども、西部のフメリニツキーというところでですね、爆発音が聞こえたと。キーウやチェルニヘウ、それからキーウ西部のですね、ジトミル州などでもですね、空襲警報が鳴ったと。ロシア軍が各地を一斉に攻撃した可能性があるということで、日本に対する威嚇ですかね。まあ、戦争犯罪人ですからね、プーチンはね。これぐらいのことは平気でやりますよね。だって攻撃したって民間施設撃ってくるわけでしょ。戦争犯罪者ですからね。当然ですよね。チャイナだって戦争犯罪者って前提でね、国家元首の不逮捕特権があってこと、あ、なんだこれ戦争犯罪人かみたいな話なんで、戦争犯罪人らしいね、リアクションだなと。さすがプーチンって、これなら ICC からね、逮捕状出ても当然かなということです。ちょっとさっき途中言いかけましたけど、そんなですね、ロシアがね、経済的にやっぱり追い詰められているというお話です。これね、何も私ね、日本のエコノミストでもこういうこと言ってる人ご紹介しましたけれども、イギリスからもね、出てきました。ロイターからですね、こういう記事が出ております。ちょっと翻訳してお届けするとね、ロシアのね、経済縮小はマイナス 2% だったんで、より悲惨なですね、予測をね、覆したように見えると。見えるんですけれども、この記事こう書いてあります。ロシア経済ね、メルトダウンする代わりに、緩やかな窒息の時代に突入。緩やかな窒息の時代に突入したということです。海外市場から遮断されたプーチン政権は、平時であればなんとかなっていた財政赤字の捻出に苦労しているということです。今年はですね、900億ドルに達するかもしれない資金需要に対応するのに苦労していると。この財政難はですね、今回ね、習近平がね、モスクワを訪れるわけですけど、その習近平のチャイナにですね、ロシア経済がね、ガンガン食われていく、もうどんどん押し込まれていくような形になるのではないかということです。一応ね、ロシアの公式発表によるとね、財政赤字はですね、GDP の 2.3% に達していて、2023年の政府見通しでは 2% まで削減するとしているんですが、その際に必要になる金額はですね、400億ドルなんです。ところがですね、この400億ドルがね、結構厳しいのではないかというふうにね、ロイター伝えてるんですね。なんでかというとね、もともとロシアの政府の計画というのはですね、1バレル70ドルでね、原油が取引されることを前提にしておりまして。で、今ね、これ、価格制限で60ドルになってるでしょ。なんで、結構厳しいんじゃねえかと。さらにね、エネルギーにかかる税金というのはですね、ロシアの歳入の 40% を占めているということで、EU のですね、石油禁輸措置、それからね、G7 の価格上限設定で、ますます苦境に陥るんじゃないかと。そんなロシア、もう、ダメポでしょ。オワコンでしょ。そんなロシアの戦争犯罪人に会いに行った、プーチンさんと、ウクライナに行った岸田さん。はい、ポーンでね、感じの、これ繰り返し何回も言いますけどね。そういうことです。さらにですね、国際金融研究所の試算によるとですね、1バレルの価格が10ドル動くごとに、ロシアの国家資産はね、150億ドル動いちゃうそうです。なので、原油価格70ドル今切り始めたからね、通常のやつもね。もう一回価格上限を50ドルとかに設定し直すと、これでまた、ロシアのね、国家財政が吹っ飛んでしまうということになるので、今ね、ロシアの継戦能力ってことで、いろいろね、皆さん注目してますが、チャイナがどこまで援助するかね、戦争犯罪人の国にね、援助するんですか？オーブン部さんがね、思わずね、戦争犯罪人だという前提でね、国家元首の免責特権をとか言っちまいましたけど、どこまでチャイナが援助するかってことにね、今すごい注目が集まってます。もちろんね、アメリカは見てますから、チャイナがそんなね、ロシアに対するね、援助なんかし始めようもんなら、チャイナに対してセカンダリーサンクションを発動すること、これも間違いないということですので、日本はね、そんな中ね、ウクライナを訪問したでしょ。調査フラッグですよね。どっち側ですか、日本は。これで証明したでしょ。やっぱりね、同盟側にいた方が安全ですし、日本を守るためにもね、アメリカと同盟組んでる方がいいんですよ。これ非常に単純な話です。アメリカまで敵に回したらさ、太平洋正面までさ、敵になっちゃうかもしれないんですよ。今アメリカと同盟してるから、太平洋側守らなくていいわけです。こっち側だけ向いてればいいわけです。そういうのも考えてみてもですね。まあ一回それでね、海の向こう全部敵みたいなことやって失敗してるわけだからさ、日米同盟大事だし、台湾も大事だし、韓国ね、今関係修復し始めたけど、これもね、安全保障のアセットとしては重要なんで。岸田さん、そういう意味ではね、今回なかなかいい手を打ったなというふうに思いました。何度も言いますけど、戦争犯罪人に会いに行った習近平と同じ時にね、この民主主義を守る、自由で開かれた社会を守ろうとね、体を張って戦っているゼレンスキー大統領に会いに行った岸田総理ね、どっちが評価される、これはもう考えてみるまでもなくね、答えはもう皆さんお分かりですよね。ということで、オワコンのロシアについていくチャイナね、果たしてどこまでいけるか。ロシアもなかなかね、一筋縄ではいきませんので、そんなに簡単にチャイナの属国にはなんないよ、ロシアはね。これはね、ちょっと詳しくは八重水文人グラボで、今月の講演会でね、志田淳二郎先生といろいろその話をしたんで、ご関心ある方はぜひ八重水文人グラボの方にお越しください。ということで、今日の内容面白いなと思った人はぜひですね、高評価のボタンとチャンネル登録をお願いします。最後にコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったらね、 Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。ガオー。